もうね、もうまさきちゃんいいよ、もうイエーイ、あの、何の段取りもないんで。本当ですか。うん、ちょっとここにまず、じゃあね、こんにちは、おはようございます、こんばんは、モーニング娘。ワイドの佐藤杉です。まさきちゃん、はい、ついにですね。そうなんですよ、いや、ついに、あの、髪の毛をちゃんと切りました。いや、そうじゃなくて、ついに、ファーストビジュアルフォトブックでーす、発売。そうなんですね。まさきちゃんがいつこういう本を出すんだというのはずっとファンの間でね、こうささやかれてたけども、ついに実現するということで、うん、どうですか、まずは、発売に至ったこの今の率直な感想。恥ずかしい、うん、それはなぜ。今日なんか1対1ってすごい気まずいですね。全然、なんかこれ変に何人かいてますし、撮ってくださった方が根本さんって方だったんですけど、はい、根本さんが例えばカメラマンさんでこうポーズしてください、なんかあ、いいね、クシクシ、いいね、あ、いいねって言った後にどうもさきちゃんみたいな、わかります？ちょっと安心感があるんですよ、それをされると。あ、わかります？なんかカシャカシャ撮られて、なんかはい次行こうじゃなくて、なんかマーがなんか苦手な部類とかっていうのを知っているのかわかんないんですけど、なんかここ、これどう？こっちの、もうちょっとこっち行くか、もうちょっと行くかって言って、なんかすごいマーのこう波に合わせてくれたんですよ。すごいありがたいなって、すごい感謝しました、今回。まずこのタイトル、はい、タイトル何ですか、これは。三角のガラスです。このタイトル、よくね、大体僕がこう今までだと名前が多いんだけど、この写真集のね、これフォトボックス、うん、でも例えば、まさきとか、そういうじゃなくて、この三角 の、 あのガラス、この理由は、プリズムっていう石があるんですけど、はいはいはい、そのプリズムっていう石が、あの光を当てると屈折させる石なんですよ、うん、それを表しました。それをなぜこのタイトルに持ってきたかという、このまさきゅんの今年の目標っていうか、今後モーニング娘。といっての目標が、つんくさんが光だとして、プリズムがまさきたち、モーニング娘。ワンエイト、ワンナイトだとして、あのそれで光をつんくさんが当ててくれて、その光でまさきたちがファンの人への屈折させた光を、なんかつんくさんが作ってくれた曲とかを、あのいろんな顔に、なんていう、屈折させていきたいなっていうのが目標だったので、それをなんかプリズムっていうと単純なんで、三角のガラスっていう。気に入ってるカット、あ、気に入ってるカットは、見せ、気に入ってる、根本さんとめっちゃ話、なんかまあこうやって撮ってほしいって言ったのがまずこれです。おーおーおーおお、ここがなんか根本さんと、もうちょっとこうします、楽しいとかつって使わない予定だったんです。これがでも、あのまさきちゃんの中では、この中で一番お気に入り、まあいっぱいお気に入りあると思うんだけど、本当にこれが楽しかった時、これここの1234、これは傘をこうやってやって引っ張ってパーンってやった瞬間を遊んでた時に撮ってくれたやつです、根本さんが。これはあのロケ地は北海道です、マサの地元の地元です。これ全部そうです、そうです、そうです。あとこれなんか根本さんとお話ししたりとか、マネージャーさんとかスタッフさんがまさきを笑わした時の顔です。まさきちゃんね、あのなんか SNS で、写真集になんかフォトブックね、はい、サインしてる写真が、画像が上がったわけ。あ、そうです、あげたくてあげました。 それがね、終わった時の快感をね、それがいいねっていうの、すごいよ、一つのいいねの数が。だからいかにまさきちゃんがこの本を出すっていうのをみんな楽しみにしてるってことなんですよ。恥ずかしいですね。でもありがとうございますって言ってきます。もうなんかエピソードあります？あ、アイス買ったんですよ、うん、なんかロケを、なんか写真終わったからアイス食べようみんなさんでって言ってアイス食べた時に、普通に写真で撮ったやつが入ってました。これアイス普通に食べようって入ってんだけど、プライベート用っていうか、プライベート用で撮ったやつが載ってます。なんか普通に撮ったんですよ、多分これ普通に撮ったんです、これっていうのと、ラーメンもなんか食べてるとこを多分撮られて、全然気づいてないのかな、わかんないけど、普通にプライベートとして撮ってたやつかと思ったやつが載っちゃったみたいな。これはあの何、あのなんか文章とかそういうの、なんかこうポエムみたいな、そういうの特にない、もう写真だけ、写真だけですね。ここにあるぐらい、佐藤真澄フォーストブレッドクック三角のガラスぐらいですね。あとここに三角のガラス、文字はこれぐらいかな。あと
あ、撮影根本さんって。あの、まさきちゃんね、あとここにちょっといい、ちょっと話聞いてくれる、ちょっと、ね、文字はないです。要はこう、まあ、あんまり苦手だっていうのもあるんだけども、はい、こうメンバーいっぱいいろんな出してるじゃない、メンバーの方、先輩も後輩も。すごいですね、水着ちゃんと ね、それはあるの？それ水着はあるの？水着はないです。それはないのは理由は？父と母に見られるのが恥ずかしいから。あ、でも会社の方とか、うん、あの知ってる方とかに見られるのも恥ずかしい。マサのこと知ってる人に見られるのも。でも写真集って どうしてもそういうところをね、こう期待するファンの方もいますけども。そうなんですか、うん、ごめんなさい。それはないと。はい、ないです。でこれを制作する上にあたって、まあ、どなたか仲間とか先輩とかに何か相談とかしました？いや、黙ってました。あ、そうなの？そしたら聞いてください、黙ったんですよ、これ決まった時に、うん、そしたらあの月間スケジュールモーニング娘。もらうんですけど、うん、もうがっちり佐藤も好き、なんか写真集撮影みたいなね。恥ずかしかった、あれも、ね、修正テープで消そうかと思って。ね、それなんでそんなあの嫌なの知られるのが？恥ずかしいです。あ、そう。でもこれだって、あの、でもこれは恥ずかしくないでしょ、別に。なんて言ったらいいんだろうかな、まさのこの恥ずかしさは、今日の下着何色でしょって言われてる感じ。あの、今の、あの、非常に分かりやすかった。え、そう、これ一番、そういうことなの？そう、それぐらい恥ずかしい。え、自分の顔もなんか、今日の下着何色でしょって言われて、隠すじゃないですか。ってそんな感じが、ずっとな感じで。じゃあステージとかそういうの見られるのは全然いいんだけども、こういうの本当じゃあ苦手なんだね。そうです、ライブ中に写真とか撮られるのも恥ずかしいです。あ、それもダメなの？はい。でもそういう仕事やって、仕事だね。マネージャーさんとか撮ってくれる、ビジョンでっかくなって撮ってくれるやつもあるんですけど、ほとんど白目なんですよ。もう違うってどういう人に見てもらいたいとか、そういうのあります？まさきちゃんを知ってる人ももちろん見ると思うんだけども、これでまさきちゃんを知らない人にもこう知ってもらうということで言うならば、でもマーのことを昔から知ってる人には見てほしいかもしれないし、なんかありがとうっていう、あの、なんていうんですか、私って握手会とか結構あの苦手なタイプで、うん、あのちゃんとありがとうございますっていう感謝の気持ちを伝えられてないタイプだと思うので、ちゃんとこれで恩返しじゃないけど、うんうんうん、これを恩返しっていう気持ちで見ていただけたらなっていうふうには思います。お父さんお母さんは？あ、見せないですね。見せない。はい。つんきさんは？多分興味ないと思います。多分知ってんのかな、わかんないです。知ってるかもわかんないんですけど、なんか言われたら出したんだって言われたら、あのつんくさんって書いてちゃんと渡しますけど、うん、多分忙しくて多分知らないと思う。いや、そう、うん、でも一応あれでしょ、こうハワイ便っていうかね、送ったりとかそういうことをちょっとした方がいいと思うんだけど。した方がいいですか？うん、やっぱりせっかく。嫌がられませんか？いやいや、だって非常にこう、なんていうんですか、あのまさきちゃんの普段見れないその、ね、ラーメン食べてるところとか、なかなかそういう写真ってないと思うんで。邪魔だな、どこに置こうかなってならないですかね？いや、ならないと思う。本当に？じゃあ一応ちょっとお話ししてみます。ね、どのぐらい売れたらいいかなっていう、なんかその目標。10冊売れればいいかな。まあ、あのね、もう外すごいです、人並んでて。じゃあ何冊？あ、じゃあ18だから18冊、19冊。いや、もうだってもう外に相当並んでるんだね。いや、19冊売れれば私は満足です。もうそれ以上増えなくていいです、もはや。で、今日のこの衣装、はい、ね、結構あの中にこの中で着てる衣装ね。そうです。どこが好きですか？はい、いや、僕もね、さっきまさかその間リポートしてます、今日はですね、朝から朝9時10分に集合して、あの YouTube の撮影をしてカラオケに行って、戻ってきて衣装着て、でカラオケ行って美容院行って、ここに来ましたっていうことで、ご飯を全然食べてなくて、さっき麦チョコをスタッフさんにあげたんですよ。そしたら麦チョコをタクシーの中でいっぱいママがびっくりしちゃって見つけました。いや、でもね、こぼしちゃってすごい大変なことになったんですよ。もう皆さん麦チョコ食べるんで、あ、麦チョコのどこが好きですか？これ、これがいいですね、やっぱりね。あ、本当ですか？全部いいけども、これがやっぱりなんかちょっといい感じで、そうなんですか、嬉しい。今のマサって感じですか、それとも去年のマサですか、それとも現在ですか？今昔のマサっぽいとこどこですか？
え、ファンの人が好きそうだなって思うとかどこ。いやいや、多分全部だと思うんですよね、ファンの方は。まあでもちょっとこういうなんかね、ちょっとこう女王様っぽいのもいいし。まあさ、女王様として生まれたかった、アリの女王様。アリの女王に生まれたかって昔から。なんでって聞いてください。あの、私、女王アリってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、なんか、まあ、チビのアリたちに。まさきさん、でも本当、あの、今日僕ね、久々にこう本当無理くり、あ、無理やりお願いして、本当はありがとうございました、本当にね。ね、まさ変わっちゃいました。いや、あの、変わってないと思う。あ、本当ですか。うん、え、輝きなくなってます。どうですか。はい、いや、あの、十分あります。私はね、じゃあ最後に、はい、ちょっと時間もないんで、はい、まずこのフォトブック、はい、いわゆるもう宣伝です。まさきは、これは今まさきのファンになってくれた方に感謝。うん、そう、まさきっていうタオルとか T シャツとか持ってる方に、いつも握手会来てくれる方に、いつもそっけなかったりとか冷たかったりとかテンションが高かったりとか気分屋さんなんで、すごいなんか傷つけちゃった部分とかあると思うから、そのなんて、でも本当にありがとうございますっていう気持ちを込めて、あの、写真に臨んだので、ぜひまさきのファンの方に、なんかこれは感謝の気持ちとして、うん、見ていただきたいし、プレゼントしていきたいなと思いますので、ぜひ12人の方、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、時間なんで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。グッドバイ。ボヤボヤでしょ。初戦チャンネルの皆さん、こんにちは。モーニング娘。ライトの佐藤杉です。ボヤボヤでしょ。やっぱボヤボヤだよね。皆さんこんばんは。今ね、握手会が終わったんですけど、皆さんすごいテンションが高くて、あと今日、あの、雨降ってるんですけど、雨ね、すごい、雨降ってないのか、ちょっと待ってね。雨は降ってない。でもね、多分来てた時は多分雨降ってたんですよ。雨降ってる中ね、本当に来てくださって本当にありがとうございますっていうのとね、このテンションについてきてくれて本当にありがとうございますっていうのと、見てこの花束。あのね、普通多分マサキの色とか用意するんですけど、マサキが好きな色なんですよ。すごくないですか。マサキが好きな色で来るってすごくないですか。いや、マサキこの色結構好きなんですよ。わかります。何の色が好きだろう。ブブ、違う、あのね、マサキの好きな色はね、これ。わかんなかったです。多分これって言ってる人が多いんじゃない。これとかこれだから。わかってるのか、わかんないんですけど、でもね、ここで握手会できてます。すごい楽しかったです。なんでって聞いて、なんていうの、わか、なんて、一人一人にちゃんと言える、ありがとうございますって。今回ね、ここで握手会させていただいて、こんな広いところで握手会させていただいて、本当にありがとうございますと思って、雨の中もね、スタッフさんも皆さん、本当に終わった瞬間、やってくれて本当に嬉しかったし、本当にありがとうございます。なんかこれ、今後とも頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今、よろしくお願いします。ドン、ドンってやっててください。以上、モーニング娘。ライトの佐藤まさきでした。ありがとうございます。バイバーイ。これ、ちゃんと縮小して、ほら。カシャカシャカシャ。オッケー、バイバーイ。